界の夢山にとある寺院があった。様々な行事の中心となる寺で、参拝客も多い寺であった。しかしどういうわけか、夢山の一帯は次第に寂れてゆき、線香をあげる者も徐々に少なくなっていった。さらに数年後、寺の僧侶も次々と去り、老いた住持だけが残り、寺を守っていた。礼拝客が少ないため、住持はじきに銀髪の少年が毎月やってくることに気がついた。よく考えてみると、彼は10年前から寺に通っていたが、不思議なことに、容姿はほとんど変わっていなかった。ある日、銀髪少年が寺に来た。住持は彼を呼び止め、お茶を入れてあげた。少年の顔には、いつも楽しげな微笑みが浮かんでいた。透き通った両目は、何もかもに好奇心を抱いているようだった。住持は、落ち着き払ってこう聞いた。お主、人間ではないな。うん、違うよ。少年は夢山に住む白虎で、夢山に入り、長い間修練を積み重ね、やっと人に化けられるようになったそうだ。住持はそのまっすぐな心に打たれ、白蔵巣の宝号を与えた。そしてまた数年の時が過ぎ、とうとう礼拝客は少年のみとなってしまった。広い夢山にはもはや、一人の老人と一匹の狐しか残っていない。秋が来ると見渡す限り広がる枯れ草が白くなり、まるで雪に覆われたかのようだった。その日の朝、少年はいつものように寺へと向かった。その日、彼を迎えたのは怪我を負い地面に倒れている住持の姿だった。早く裏庭に行ってくれ。誰かが仏像を盗もうとしている。少年は急いで裏庭に駆けつけた。だが裏庭に行くと呪文を唱える声が聞こえ、突如結界に囲まれてしまった。すると暗闇から高貴な衣装を着た陰陽師が現れた。すまない。十字の老いた両目から涙が落ちた。なぜこんなことをするんですか？私は年を取りすぎた。だがこの夢山では死にたくない。おっしゃってることの意味がわかりません。お主にわからんことなど山ほどある。人の心はお主が思うほど清らかではない。陰陽師は陰湿な笑みを浮かべ少年に近づいてきた。しかし少年はその透き通った目で住持を見つめ続けていた。彼が何をしたのかは誰にも見えなかった。結界は瞬く間に引き裂かれ、陰陽師は悲鳴を上げながら倒れた。住持は思わず叫び声を上げ、少し躊躇したが、あたふたと寺から逃げていった。少年はその後ろ姿を見つめ、初めて寂しい表情を見せた。人間の心って、一体どうなってるんだろう。少年は一人で寺院に住むことにした。こうすれば、十字の心がわかるようになるだろうと思ったからだ。それから数年たち、夢山のふもとにある人間の村は、再び賑やかになっていった。とある日、礼拝客が寺を訪れてきた。今度は、陰陽師の集団らしい。衣装には宮廷の紋章がある。少年は、恐れることなく立ち向かった。